はいどうも、お疲れ様です。クレポンです。How to Survive 2やっていきたいと思います。今回はね、前回言ったように、可愛いウサちゃんをやっていきたいと思います。可愛いウサちゃんなんですけどもね、すでにね、可愛いウサちゃんがここにいるんですけどね。ちょっとね、こいつ、せっかくなんで、やっつけに行きたいと思います。準備はいいわね、サバイバー。あー、なるほど、なるほど。これ、スーパーマディソンとそういったクエストやな。さあ、わー、サバイバー。わーい、バニーに会いに行くのよ。とっても大きくて、ふわふわなの。でも、モンスターがうようよしてるとこ、一人ぼっちだから、きっと怖がってるはずよ。なるほど。バニーを助けなくちゃ、早くサバイバー。バニーを助けに行きましょう。ということで、スーパーマディソンと一緒に、バニーを見つけに行くわけなんですけども、このバニーがなかなかのクセモノ、とてもクセモノ。あれはね、バニーって言っていいのかな、もう。なんてことかしら、サバイバー。バニーのお友達がみんなモンスターになっちゃってるわ。そらそうやろな。バニーが無事だといいけど、あなたは先に進んで、私はここで待ってるから、お前行かんのかいっていうね、こと、ツッコミを入れたくなる感じ。ちょっと今回は、アサルトライフルを持ってきてみました。このアサルトライフルっていうのが、なんていう？ダウンロードコンテンツで購入ができる HK というね、アサルトライフルになります。まあ、アサルトライフルの中では一番強いんじゃないでしょうか。僕もちょっと、詳しくわからないんですけどな。ね、もう言わんかったらね、詳しくわからなかったら。よし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 。まあ、これに、ちょっとアサルトライフルの、レベルが、スキル、スキルレベルが低いんで、今回はね、コンセントレーターだっけ、あれをね、つけてきております。お、なんかすごい敵おるな。おっとっとと。これ、弾いくらあっても足りんのじゃない？こんなって。打つだけ無駄なの 気がするんやけど、気のせい。今回はね、めんどくさいんで、バニーちゃんだけを探してやっつけに行きましょう。もうコンセントレーターつけたらさ、敵寄ってくるから、なんかめんどくさいね。これ無限湧きするんじゃねっていうぐらい敵が来るんやけど、だってゾンビ自体が枯渇することってあるのか。この音が鳴り続ける限り敵来るんじゃないのかよ。これそんなことはないか。これでもう少しずつは減ってきているとしたもんかな。ブーちゃんがすっごい速さで走ってくる。ちょっとこういう時に本気出さんといてって思うね。よっしゃ、ヘッショットヘッショットヘッショヘッショ。頑張って降りてきて、落ちまで待って、弾がない。ほら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 。んでこっちかな。人に殴ってもなかなか強いな。おっと、こっちの方がいいんじゃない？これはさ、インスタントキルで発砲した場合も、銃声ってデータになるのかな？ちょ、待て待て待て。もうなんか、やるだけ無駄な感じがする。こっちの方がいいんじゃないの。待って、これあんまりなんていう余裕を見せているとまた前回のように囲まれて死ぬなんていうね。もう平気で囲まれたら死ぬからね。いくらサバイバーといえどもこの量のゾンビに囲まれてしまってはそら無理やな。最強のサバイバーといえどもね。ああ、広告か。ここに、
バニーちゃんがおるはずなんだが、はい、爆発しろ、爆発するんだ。見当たらないね、バニーちゃん。バニーちゃんおらんぞ。どこにおる？ちょ、今回はバニーちゃんのためにとっておきの武器をね持ってきたんで、ちょっとそちらの方を試したいが、バニーを見つけるって出たからやっぱそこにおるのね。ちょっとステルスキルで周りのゾンビどもをまずは処理しよう。どこにおる？待て、先にゾンビ装備しとこうか。これ腐った卵ランチャーをね持ってきました。待てよ、これ卵を持ってきたはず。卵持ってきてない、嘘や。マジか。卵入れたと思ったんだが、あ、じゃあ入ってるのか、もうすでに。雨天、くそー、マジか。せっかく持ってきたのに、ちょっと殴り合いやな、これ。しゃ、まあ、しゃあない。こうなったらしゃあない。殴り合いや。腐った卵はいらん。伝説の釜を持ち、ちょ、待て、伝説の釜、ちょっと待ちたまえ。ほら。グダグダになってしまったな。まあしゃあない。まずはこれを投げて、あいつらが行ったとこに出た、バニーよし、集まったところをこれで、こらあ、ちょっと待って。餌あるだろ。餌に寄りなさい。ほい、取り合いしてるゾンビが。おお、ちょっと強い。ちょ、待て。あ、待って、このこいつもしかしてあれか、仲間呼ぶタイプっぽいね、こいつ。ちょっと待て、体力一回回復しておき、あのウサギは、よし、弾どっさり持ってきたのに無駄に撃ってしまったね、これ。クソ無駄に使ったね。はい、こちらがね、かわいいバニーちゃんになります。このバニーちゃんマジヤバいやろ、筋肉隆々すぎる。まあ僕の兄弟って言ってもね、あ、出たマスクを取ったらね、あの中の彼のねお顔が拝見できるというね。もう確実にこれヘビー級ボクサーですよね、この腕といい、この体格やばいわマジで。でも可愛いパンツ履いてるな。手とかもなんかポンポンやもんね、ポンポンよし、せっかくなんでちょっとチョコレートのウサギでも持って帰ろうかな。お、すごいね、まだ未だに冷凍庫は生きてるんやな。はい、ということでこちらが可愛いウサちゃんとなります。まさかこんなに可愛いウサギがこの世に存在するとは僕もね思わんかったね。だってこの顔だべウサギなのかこれ。もう人食いウサギやもんね。ホラーや、ホラー。よっしゃ、帰ろうっと。かっこいいなこのウサギ。いや、予定では腐った卵ランチャーでやっつけるつもりやったんやけどな。残念やな。はい、ということで今回は可愛いウサギちゃんの方を、やってご紹介しました。どうでしたか、可愛いウサギちゃん。めっちゃ可愛かったはい、ということで今回はここまでにしたいと思います。それでは。
はい、ちょっとね、リベンジにやってきました。さっきね、やりたかったことをちょっとやってみたいと思います。よし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 、来い来い来い、集まれ。お前ら来い来い来い。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 うおっと来た。ワニーちゃんがおるね。ワニーちゃんおるぞ。はい。これっと。ちょっとここで、先に腐った卵をここに置いてと。これで、いつまで食べるかな。まだ結構食べる？みんな、あれももうちょっと、もう、あれになってきたね。ほい、もう一個あげる。みんなでそれ食べな。いくぞ、ポン。おーおーおお、すっげえ。え、めっちゃダメージ入るやん、これやっぱ。腐った卵強いんで。ほい。この餌を取り合いしてゾンビが戦うのが面白いな。ほい。ほい。あ、すごいピコピコピコ。強っ、卵ランチャー。マジ強やん。いいね、いいね。はい、ということでね、ちょっと、やりたいこともやりましたので、今回本当にこれで終わりとしたいと思います。それではポン。はい、さよなら。グダグダ実況ご視聴ありがとうございました。これからもグダグダやっていきますので、チャンネル登録お願いします。ろくにつぶやかないツイッターもよろしかったらフォローお願いします。それではエンジョイゲームズ、まったねー。